染める色を作ります。胡粉という顔料と今回は緑の水比で染める色を作っていきます。ベースになるので決められた色を大量に作るのはとても大変な作業です。どうやって均一したものを作るかっていうのが大変なんですよ。こうやって作っちゃうんです。手の中で色を乾いたらどうなるか、2回塗ったらどうなるのかを実際に紙に塗って確かめます。この辺の端っこの方が1度しか引かない色で、この辺が2度引いた色で、これで大体想像してまあこんなもんだろうなって、それでも違ってんですよ実際にやると。この後は粘着力の弱いふのりと強いこんにゃくのりを加えて混ぜ、絹を張ったふるいでこしていきます。これは絵の具の粗い粒が残ると引いた時に筋が入ってしまうからだそうです。大変なんですよ、こすのが一番大事な仕事なんで、これをおろそかにはできないので。こした顔料を白い紙に引いていきます。はい、一度引いた後は自然乾燥させ、本来はもう一度引くことになります。次は江戸唐紙独自の手法、ぼかし上げです。最初は水だけ、それから顔料のついたハケでグラデーションをつけていきます。こちらも一度乾燥させ2回引くことで綺麗な仕上がりになります。続いて木版刷りの顔料を作ります。まずキラ・ウンモの粉を水で溶かし、これにふのりとこんにゃくのりを加えて混ぜ、こちらもふるいでこします。こうして出来上がった顔料を今度は柄のついたふるいにつけて版木に叩くように塗っていきます。そこへ和紙を置いて手で撫でるように文様をつけていきます。この時頬を触っているのは潤滑油代わりで、手の滑りが良くなるそうです。二度しなくて一度でも十分なくらい綺麗だな。ずらさないように気をつけながらもう一度和紙を置きます。二度押しすることで色が高く盛れ、細いところが綺麗に出てくるということです。キラがキラキラと美しい木版キラ刷りの完成です。